The wheel fate is turning. Rebel 1. Action. トキロー。そこだ。つまり。甘い。リー。そこだ。トキロー。そこだ。無駄だ。チエット。そこだ。そこだ。チエット。そこだ。そこだ。やる。そこだ。ラッド。甘い。舐め。もういいか。もういい。リー。挑むんだ。そこだ、チエ、壊れた。壊れた、そこだ、チエ、どういうことだ。いい、チエ、つまらない。チエ、ライオン、弱い。いたつけ、甘い、やるぞ。なんだと、受けてみろ、ない。これは。やるな、やるな、やるな。これは無双だ、無双だ。よこ、これが甘い、つまり、もういい、ボルテール。メイク、無双だ、これは。なんだと、なんだと、甘い。ラペル。なぜ見ろ、砕けろ。時間の無駄だ。Rebel 2 Action! そこだ無駄だそこだ壊れ挑むんだチエそこだ壊れ挑むんだチエ壊れ壊れ挑むんだもっとそこだ壊れ起動無駄だ壊れ壊れ挑むんだ壊れチエ壊れ挑むんだテュース壊れるチエカーマネル逃げてくだけろカーマネルもういいチエそこだなんだとラウンそこだリーそこだつまり甘いリーチエ挑んでる弱いこれは少々こんなものか。Rebel 3 Action! 逃がさん、そこだ、チエ。そこだそこだ壊れた甘いなとどうしようやるなやるなやるな何だと何だと死ぬいない足割れ知恵挑むんだ壊れ壊れ挑むんだ知恵知恵壊れ挑むんだテュース耐えてみる挑むんだ壊れる甘いラッド壊れるラッドそこだ逃がさんチエそこだそこだチエ挑むんだいい避けてみるカウンター挑むんだ雑魚に時間の無駄だった The wheel of fate is turning. Rebel 1. Action! 起動無駄だ。ランプ甘い。つまらん。舐めてる。つまらん。カウンター。カウンター。これは。邪魔なんだよ。もう舐めて、甘い。舐めてる。ラッド。なんだと。ヘッドスパイク。なんだと。甘いそこ壊れる そこだチエそこだチエ壊れるイグニチエどうしたイラントそこだどうしたそこだカウンターチエトコウカウンタトコウカウンター耐えてるイドニそこだチエカウンターからなんだと
もう使われる。ライン、そこだ、そこだ、そこだ。ライン、耐えてる。移動に知れ。待て。私の見当違い。レベル2アクション。そこだ、壊れた。チレ、壊れた。甘い、もういい。つまり、なめ、もういい。甘い、なめ、もういい。カウンター。甘い、そこだ。邪魔なんだよ。砕けろ。もういい、壊れた。壊れた。なめ、甘い。カウンター。もう甘い、つまり、甘い、つまり、なめ、つまり、もういい。なめ、壊れた、壊れた。どうした。そこだ。なめ、なめ、つまり、もういい。なめ、やる。カウンター。そこだ、チエ、チエ、そこだ、そこだ、チエ、色の色、ライン、チエ、もう、これは、邪魔なんだよ。死ね。そんなもんかい。レベル3どうした。そこだ、そこだ、壊れ、そこだ、移動の意味、そこだ、壊れ、そこだ、壊れ、移動の意味ない。いいか、壊れ、移動の意味、壊れ、ラッチ、チ、移動の意味、チ、壊れ、フィナーレ。壊れ、ボルテール。そんなものか、ブラッドエッジ。The will of fate is turning. Rebel 1 Action. 起動、ラッド、ライン、ライン、甘いな、ラン、ティース。壊れる、そこだ、無駄だ、そこだ、チエ、チエ、壊れる、挑むな、チエ、挑むな、いいか、そこだ、チエ、チエ、ラン、無駄だ、甘い、なめ、壊れる。そこだ、壊れる。チエ、挑むな。チエ、チエ、壊れる。ボルテール。私の見当違い。レベル2、アクション。そこだ、そこだ、そこだ、壊れ、挑むな。ない。もっと力、そこ、無駄だ、そこだ、そこだ、チエ、壊れる、ラン、そこだ、チエ、そこだ、チエ、チエ、壊れる、挑むな、つまり、壊れる、チエ、ラン、そこだ、チエ、甘いな、ラン、リー、トゥ、ゴー、もういい、カウンター。失礼、ラフィーン。なんだと、なんだと、これは、なんだと、衝撃、ライン。甘
前舐めているのか。逃がさん、そこだ。壊れる。甘い。もういい。舐めている。救われる。時間の無駄だったか。ワリオス、ウィン。さあ、中堅対先鋒。お、空気読んで、でも飛ばせない。さあ、人形が殴り合って、カエル本体一つ出てきました。来ました。しかもあんだけ行って、なんか長いですね。さあ、では行きましょう。先鋒中堅戦。さあ、まずはラズカルルが自分のパターンに勝ちパターンにはめていく。さあ、方向差ね、これで端に飛ばしていく。さあ、カルルにはめられていてははめ下ろし軍団なかなか来るぞ。さあ、うまくゲージが温存しながら崖盛りで捕まった。カウンターだと顔して、これは苦しい。ラズカルル6シーダメージからの華麗なコンボ。さあ、これは決まった。一本先手ラズカルル。さあ、日本のはちょっとスタイルを切り替えていく治療レディウス。まずはターン取って回収してからのバックステップは追いかける。さあ、ガンガン刻んで、さあ、チームメイトの声援がものすごい声を振り絞って応援している。6ヒット。さあ、ここは回収して人混みを刺したいが、ラズカルルはリバーチを出したが、ゴミを刺していく。さあ、まずは8ヒット、結構痛いダメージ。さあ、ステップのステップが交錯して、なぜかキンバーストがヒット。これは気まずい。さあ、崩れた。ラズカルル追い込まれる。ジャンプシーンはジャンプで回避したと思ったら引っかかってしまう。さあ、うまいぞ。熱波を勝っていく。本線が切れている。一気に追いついた。バックステップに引っかかって、さあ、どうなるどうなる。カンタービレー、勝利したのはラズカルル。さあ、追いフォローを打ち透かして、さあ、時間いっぱい行きましょう。Bブロック決定戦、先鋒戦、ローレデュース VS スルーダブルゲーハイン。開幕はまずバックジャンプして距離を取ろうとしたバルゲハに対し、レディスが空中ラッシュから急な仕掛け、ワンコンボ、早くも画面走りバルゲハイを詰める。このバルゲハイというキャラクター、攻めは強いが切り返しは若干難がある。肩にはまったレディスの片目はなかなか抜けられるものではない。体力7割奪って、これ前提どうすか、ゴビで止めてビシロイガーに合わせてカウンターされると、とりあえずターンを交代していかるか。ここで中乱通して 6C 壁温度ステップ 2C 拾って、
置き攻めは全然通して簡単サルトを画面端を詰めて6シーレ入れっぱを勝って、しかしデュオバイオスがちょっと効果が薄いかと思いきや上に逃げるバルキンハイを逃さない、一本戦車は両リリース、ミシェタクは失敗、ガロスせガロスせ、ここでバルキンハイガーが狼ゲージを踊るために回避を取る、今の5Cカウンターちょっと運がないか、悲しい6Cはしっかりガロスせ、レドリープラス 5B 人形をしまいながらもターンを切り返して斬新カウンター、ゲーが5ミリ対して金盤、これはクラッチバット、しかしスーバルキンハイ痛恨のミス、そして後ろ投げが下がって追い詰められているバルキン、この状況を打開できるのか、固めて勝てるレドリーで対策していた、前方戦勝利したのはワンピーチームで、さあ快進撃を続けるローレリウスに対して中堅出てくるのは決めました、関西田岡使い金次、先方中堅戦はレリウス VS 田岡、勢い乗っているローレリウスを止めることができるか、さあ行きましょう、先方中堅戦両レリウス VS 金次田岡、まず引っかけて2ヒットクラが通ってバックステップはこれは空中ぐらい、逆に金次が攻めるが、これはジャンプでかわしたか、着地に対して田岡のリリーが刺さる、コンボはセットプレーバックステップから投げが通る、レリウスのバックステップはなかなかに高性能ものとなっている、これで攻守交代、さあ奥攻めは6シーン6ビーガロー6シーンガロークラー、これ通って5シーンから戻してジャンシーヒロイから、これは決まった、アクパスが来てローレリウスが止まらない、完全に勢い乗ってるドワンピーチーム、ガロー固めてレドリー、お手本のように田岡の攻めをさばききって紫投げも通って、しかしここでターン交代が、金次が画面端のコーンも決めてくる6C、これは当たらず 5C が入れっぱつぶしになって、一瞬投げの申し込みとかジャンビーで潰して 6C からここで2キャスト、このプレッシャーの中でコンボはミスない、紫投げ抜けるか、体力リードを圧倒的に禁じておくか、パオカカ側も何か食らうと終わりそうだが、ここは2秒しっかり通していく、中堅禁じが1本取り出して、イージスファイナルランドお互いバーストマックス食らげ、今回打てる、これはちょっと漏れっぽいが、金次が開幕おいしいダメージをもぎ取って猫に3100、立ち回りそのものはやはり飛び回る田岡に対してレリウスが何かをぶつけていく形になるのか、しかし斬新が引っかかって悲しい猫にで締める、じわじわ体力を削っていくの金次、ジャッティ表ヒット、ここで両レルス一つ目のバーストしよう、ジャンシーカウンター、紫投げはギリギリ抜けて着地にけらん、これは素晴らしい判断、バーストされる前にヘキサエッジフィニッシュ、中堅金次が取り返す、ああ入ってますね。
はい、ラグナスカスタコモモです。お疲れ様でした。まあやっぱユウセイ君はちょっと強いですよね。まあ言い訳してるわけじゃないですけどね。はい、まあもちろん違いますよ。まあそんなわけで、立川のこんな感じですが、まあ前も確か言いましたが、次回も頑張りますんで、はい、みんなでやっていきましょう。で試合の方はまああとは頑張っていかないって感じですよね。はい、じゃあこの前の SOB ですげえ勝ってたデビュー会のりょうさんと、まあ川島みゆきさんですね。あー実況はちょっと無理なんで竹山さんにぶん投げます。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。いやーレッドさん本当頑張ってくれてありがたかったですよ。さあここで出てくるのはこちらのチーム、ブルーレボーじゃねえや SOB 本戦出場者のレオレリウスですが、これはさすがにちょっときついかな。さあまあ互いにゲージあって相手を追い詰めてやること大して変わってないんで、まあいかにしてこのあの状況を作り出すかですよね互いに。さあまず捕まえたバカルル、ここでレオレリウスバース入ってデュース向かって、しかしここでリウス、まあ、私も捕まえて2個目のバスを出していく。さあ操作して、しかしここで彼のジャンプコミが強い。ペンペンペンとコースを刻んでここで挟み込んで崩していく。しかしコンボミスで降りてきて井戸田がバースからのいつものコンボでガメ足追い詰めて、ここからまだ入るの、すげー入ってバルティウスじゃなくてハイパーボールはビバージュでかわして、さあ体力差はゴムといったところ、しかしバーストはカルルガは有利、降りてきてコネガーキャン使って、さあ互いに2人目のキャラクターをいかにして使っていくかというところではあると思われますが、母ちゃんぶっ飛ばして、さあ姉ちゃんがここで突っ込んでくる、ガメ足プリオしっかりジャンプして、しかしこれはつながっているがここでガーキャンなんとプリオパンチスライディング差し込んでいく。さあいろいろとわけのわからない状況が続いているが、さあジャンプ攻撃相打ち、体力差ほぼなし。さあここで拾い直して母ちゃんじゃねえよ、姉ちゃんが死んでいる、ここで投げる。さあ両リリウス取り返していく、ファーストにコーチ流星よりで迎えるファイナルラウンド、はまずは後ろに下がって、さあ母ちゃんからバックステガリ、これは強い。さあやはりレルスの立ち見も相当やべえ性能してると思うんですが、個人的にはさあバックステを許さないこのジャンプにしていいかな、ただし追い込んでここから一気に倒せるのがカルルの非常に怖いところだな、しっかりと見ている見ている。さあこれはちゃんと拾えるルート開拓してる、このとこ減ってる。まあ、6B も姉ちゃんも個性いいですからね、これ。さあ、めっちゃガードしていたが、ここでカウンターでフィニッシュ。